はい、今回フィーチャースカウトゆずる編リベンジということで、前回、フィーチャーのねゆずる貫突狙って、まあ、300連っていうねライブ配信をね、行ったんですけれども、まあねちょっと5人ね出たら貫突なんですけど、ちょっと3人、まあ、交換分も含めてねちょっと3人しかねちょっとお迎えできなかったので、ちょっとねはいリベンジという形で、はい、Google プレイカードもねちょっと新たに買って、はい、買ってきたので、はい、またね挑戦したいと思います。はい、いやーマジでねドキドキしてます。まああと2人なんで、まあ貫突っていうか次の天井がね、まあ、200連なので、まあもう本当にあと137かな、あと137連までにゆずるが2人でもいいかな、はい、1人でもいいから来てくれるのをね、こうね願うばかり、はい、次の天井もう300、200、100ってね、そう天井の数がね、まあ、下がってはいくんですけど、そうですねやっぱりちょっと頼む、次のね200連目でゆずるは必ず1人はお迎えしたい。いやならばやっぱ2人いやマジですぐにでもお迎えしたいです。はい、もうひび綿のね、はい、この衣装もねめちゃくちゃ私欲しくて、もう本当にもう困ったみたいな、はいこんな感じでちょっとねリベンジしてみたいと思います。はい、無料単発じゃなくて、無料じゃないや郵送でね単発いけるので、まあ、ちょっとそういうのもね考えて調整していこうかなと思うんですけど、とりあえずはちょっと打って引いていく、はい、頼む。いやアイラ君してくれました。はい、ということでねリベンジ一発目は来なかったですね。いやマジで頼むっていう、するお願いもうね本当にもう楽にしてくれ、お願い。あとねまあ2人欲しいです。金道じゃない。そう、ツイッターでも来たんですけど、そう Google プレイカードをねちょっとまあ多めに買ったんですよ、今キャンペーンしてるんで、はい、よくなんかアップルとかでもねそうやってると思うんですけど、ウグプレのねなんかキャンペーンの時にちょっと多めに、あ、ボッチャマ、あ、古く良き伝統、あ、これはソーマか、今に伝え広め、あーソーマー、ちょっと待って、でもこれ2枚目かな、はい、ということで2人目のねソーマ来てくれました、ありがとうございました。ピーちゃんのソーマですね。いや今来たと思った、めっちゃ来たと思った3分の1をすり抜けていく、はい、ということで、まあ、グーグプレカードをねちょっと持ってったんですよね、まあ、そしたらねすごい怪訝な店員さんが顔をして、怪訝っていうかなんかちょっとなんか言いづらそうな顔をして、なんか何に使われますかって私聞いてきたんですよ。はい、なんかもうそんなこと言われたらもう頭真っ白になるじゃないですか、何に使われるって、でもちょっといやアンスタなんだけどなみたいないやでもちょっと冷静を取り戻して、いやアプリですってこうちっちゃな声で言ったんですよね。あ、真っ白の持ってないですね、はい、そしたらねそうなんかちょっとこう多分こう多めに買ってる人に多分やっぱそういう詐欺がねやっぱ流行ってるじゃないですかね、この振り込め詐欺みたいなね、まあ、ちょっとそういうのじゃないかってね心配していただきました。はい、とてもできる店員さんですね方は、はい、いやでも本当にねああいうの初めて言われたからちょっとねびっくりしても放心状態になりました。でも今思うとねとても優しい店員さんだなと、はい、思いました。はい、そして全然来ないいやでもなかなかないよね、やっぱりそんなやっぱ高額に買う人いないんだなって思いました。はい、あ、来た、お願い頼むスタッフプロ、お願い、あ、違う、お願い、
皆様のために歌を響かせましょう。よかった。猫も来る。あーよかったよ、あーよかったよということで無事にゆずる4人目来てくれました。ありがとうございます。はい、あと監督まで1枚。あーごめんなさい、ね、猫来たんでちょっと猫に引いてもらいます。はい、猫ちゃん引いてくれますか。さ、猫パワーで肉球が反応しない。反応した。あれ反応しなかった。お願い。よし、ありがとうね、ありがとう。そう、猫に引いてもらうとね、そんないい結果にはならないんですけど。あ、来た。あ、猫パワー来たんじゃない。猫パワー来た。え、ね、猫猫の力すごい。皆様のために歌を響かせましょう。ありがとうね、ありがとうねえ、来たよ、ありがとう。いやマジでもう2回連続すごい。あー、ということで来たありがとうございました。うわー、めっちゃ嬉しい。ということで、まあ貫突まで、私の貫突まで423連ですか。いや、よかった。いや、私さ、もう多分もう出ないだろうなと思って、あのねめちゃくちゃっていうか、まだちょっとグーグープレのあのね、ちょっとダイヤまだちょっと課金してない分とかあるんですけど、まあ、ちょっとねそのカード分はちょっと残しておいてね、はい、年末来るのでね、はい、SS とか、はい、ちょっといろいろ来るので、はい、ちょっとねそっちに使いたいなって思います。そしてちょっとひび綿もちょっとなんかそう早めに来てくれたんで、ひび綿チャレンジもちょっとしてみて。いやダメだね、はい、ダメですね、はい、いやでも欲しいんだよな、このひび綿の衣装。いやでも、もうとにかくゆずるが来てくれてありがとう、もう本当に、はあ、よかった。え、60連くらいでもしかして2枚来てくれた。いやこれをねちょっとライブ配信でちょっと見せたかったけど、いやちょっと恥ずかしがり屋だったっていうね、はい、ゆずるがねちょっと恥ずかしがり屋だったっていうことで、はい、はい、ということで、今回無事にゆずるをリベンジで貫突できたということで、はい、いやもうめちゃくちゃ安心いたしました。いや思ったよりもめっちゃ早く来てくれて本当良かった。60連でだってね、星5、3枚はすごい確率ですよね。いやーめちゃくちゃありがたいです。ありがとうございました。はい、ということでね、今回も無事にゆずる貫突できました。はい、ということでね、まあ4枚目のね星5、まあいつになるのか分かんないんですけれども、まあいずれ来たらねまた貫突できたらいいなっては思うんですけどはい、まあね次どんな衣装で来るのかとかね、ちょっと楽しみに待ってたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後にこの所持コインで交換したいと思います。はい、あとねもう交換するのないんで、そうまあこのね2人欲しいけどちょっと300枚集めないとちょっとねゲットできないんで、今回はねこのゆずる、まだちょっと貫突してないこの星4のゆずるを交換して終わりにしたいと思います。ありがとうございます。前線の両剣でしたっけ。はい、ありがとうございます。これ4枚目ですね。はい、4枚目です。ありがとうございました。そしてねこのひび綿めちゃくちゃ
めちゃくちゃ欲しいんですけど、どうしようかな。そうですね、ちょっと悩んでます。はい、もしかしてちょっとあのこっそりね、あのちょっとだけ引くかもしれないです。はい、ということで、今回ねフィーチャースカウトゆずる編でした。はい、本当にあのライブ配信もね、あの来てくれた方とか応援してくれた方本当にありがとうございました。無事にゆずる監督することできました。ありがとうございました。